皆さんこんばんは、エジョハノガでございます。今日はですね、僕がお世話になっている、UUUMから8月の10日にリリースされたアプリトラップトリップのご紹介でございます。 UUUMって YouTuber の、プロダクションなのにね、アプリも作るんですねって僕が言うのもなんですけど、今日はそれをご紹介していきたいと思います。はい、スタートすると早速、こんな形でございます。まずはちょっとね、チャレンジしてみようか。これ、ステージがいっぱいあるんだね。じゃあまずこの日本冒険するズキュンなんだこいつ。おっと、あ、そういうことね。オッケー。これなんだろう。グッジョブ。おお、危ない。あ、結構動きスムーズだね。なんか、すげえ操作性がいいっちゅうか、意外だな。あ、やべ。もう一回いきます。なるほどね。セーブポイントだったのね、さっきの。すごいね。絵も綺麗だね。おっと。オッケー。グッチョー。危ない。出てねえな。もう一回。オッケー。よし。あ、ちけ。オッケー。よし。危ない。よーし。おっと。これなんだろう、これ。戻る。おう。よし。おう。え、なに、結構フィールド広いな。わー。何これ、結構すぐ死ぬんだな。あ、でもちゃんと優しいね。最初からとか言われないから。なんかさ、そっか。違うステージやってみようかな。あ、そういえば、なんかね、そう、顔写真が撮れるとか。ね。これか。オッケー、まあ、こんなんでいいかな。グッチの部屋のステージ、これ行ってみようか。遊ぶ。ああ、来た。おお、早い。ああ、なるほどね。早い。ちょ、早すぎじゃない、ちょっと。やばい。くそ。悩む隙を与えずみたいな。よし。あれ？なんだこいつ。危ない。おっと。いけてる。あはは。超難しいんだけど。超むずいな。そういえばね、あ、そう、ヒカキンさんのステージがあるって言ったね。ね、あ、まだいけないんだ。あ、クリアしていって、増やさなきゃいけないのね。で、もう一つね、そう、マインクラフトみたいに、作れるんですよ。ちょっとだけ、さっき作りました。これか。すごいね、これもサクサク動いて、難しいかなと思ったんですけど、まずこの矢印にすると、このフィールドをね、こう広げられるんですよ。で、このラージから M に戻すと、全体をこう見渡せる感じ。ね。狼。
こんな感じのステージをちょっとさっき作ってみたんです。で、例えば消しゴム今あるでしょ、これをね、まあ、この辺をピーってなぞるだけでこうどん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 消えていくんですよ。で、なんか文字を書くときも、例えばよいしょ、ブロック、いろんな色があるから、まあ、こんな色をここにしてね、この辺にじゃあ、ウーブどうでしょう、ウーブね、ちゃんとあの左下に文字も見えるしね。で、これをプレイするとこんな感じで自分で作ったステージが遊べると。ウーブ、あー、ウーム届かねえな、ウーム行きたい、ウーム行きたい、ウーム行きたい、ウーム行かない。これクリアできないじゃん。これクリアできるのかな。こうして、よいしょ。ちゃんとね、クリアできるステージを、ちゃんと作りましょう、皆さん。というわけで今日は、ウームからリリースしたトラップトリップのご紹介でございました。下にリンクも貼っときますので、興味のある方はよろしければチェックしてみてください。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。あれ？パソコンでご覧の方は、右の YouTube ボタンからクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。